スイス国鉄 E33 型蒸気機関車の8521から8522号機はスイス連邦鉄道が既存の E33 型をもとに1942年に蒸気電気動力両用に改造された蒸気機関車である。石炭の燃焼による火力のほかに電力を使って蒸気を発生させるように改造された。この改造は第二次世界大戦時に スイスで石炭が不足したことに伴う価格高騰へ対応するために行われた。第二次世界大戦下の1942から1943年の間に入れ替え用蒸気機関車 E33 型8521.8522号機の2両を電気ボイラー式に改造した。予備動力として従来の石炭ボイラーも残された。 スイスは石炭をドイツからの輸入に頼っていたため、戦争により石炭が不足し価格も高騰していた。一方で、スイスには山岳地帯を活用した水力発電による豊富な電力資源があり、蒸気機関車を電気で稼働できるように改造する方が経済的であった。この改造は、設計は AG ブラウン、電気機器の供給はブラウン・ボベリにより行われ、 1942年から1943年にスイス連邦鉄道イベルドン作業場にて調整が行われた。石炭を燃焼する代わりに架線から1万5千ボルト16.7ヘルツの交流電源を受電して2台の変圧器で20ボルトに高圧し電気ヒーターに通電して熱を得た。電気ボイラーの出力は電流12カで480キロワットであった。 電気ボイラーは従来のボイラー内に直接取り付け、運転室前の両側に取り付けた変圧器に接続された。変圧器から垂直に設置された支柱を通って、運転室天井にあるパンタグラフに接続されていた。電動ポンプで水を循環させ、毎秒5リットルの流量で12気圧の蒸気を1時間あたり3 0 0ラム、発生させた。蒸気の量はイジェクタで制御された。 ポンプ、照明などの電源は蓄電池から供給された。蓄電池は変圧器の1台から整流子を通して充電していた。電気機器の設置で機関車の重量は7トン増加し、総重量は42トンになった。一方、運転前の予熱はわずか1時間で済むようになった。1台あたりの改造コストは10万スイスフランだった。この改造により、 1>, 1日あたり、平均700から1200キログラム、年間約300トンの石炭を節約できた。8521と8522は、それぞれ1963年、1964年に、スイス連邦鉄道の運用から外れた。その後、8522は1964年から、ツールゼートリンゲン鉄道にて運用されていたが、 1972年に運用を終了し、後にベルンの蒸気機関車クラブに引き取られ、元の状態に復元された。1987年にツールゼートインゲン鉄道に復帰した。2008年、ボイラーを同系機関車の8483で使用されていたものに取り替えられた。ありがとうございます。